ましてプレゼンテーションを行ってまいります。どうぞステージ前にお集まりください。そしてお待ちの間に皆様にご案内がございますが、当ブースの正面ちょうどこちらのステージの裏側になりますが、エクスプレスの体験コーナーもございます。ご体験いただいたお客様にはコールマンのミニポーチも差し上げております。どうぞステージ終了後にはご体験ください。さあ間もなくのスタートです。どうぞご来場の皆様、東電ゼネラルグループブースにお立ち寄りください。そこはちょっとこれからまたチェックです。改めまして、本日は東電ゼネラルグループブースへようこそお越しくださいました。さて私ども東電ゼネラルグループは2010年より川崎市から世界へ発信する環境技術をテーマに川崎国際環境技術展に出展しております。そして今年でも6年目の出展となっております。さあ今年も皆様広報を見ていただくとお分かりのように、分かりやすく楽しいブースをコンセプトにパネルですとか展示物などをご紹介しております。さあそれではまず早速東電ゼネラルグループの紹介 VTR からご覧いただきましょう。チームワークをどこまで高められるか、一滴のエネルギーが持つ無限大の可能性を追求して、これまで以上これからもアイラブオイル、一人一人がこの国を動かすエネルギーである。東電ゼネラルグループ。はい、皆様にはこの東電ゼネラルグループの紹介 VTR をご覧いただきましたけれども、私たち東電ゼネラルグループはエネルギーの使用の合理化に関する法律省エネ法に基づくエネルギーベンチマーク達成事業業者といたしまして、東電ゼネラル石油が3年連続、そして東電化学が2年連続で経済産業省から認定されました。今回も私たち東電ゼネラルグループの環境に対する取り組みというのをパネルや展示、プレゼンテーションで詳しくご紹介しております。なお他のプレゼンテーションの内容をお知りになりたいお客様は、向かって左側にございますこちらの iPad で閲覧をすることができます。どうぞスタッフにお声掛けをお願いいたします。それではただいまよりプレゼンテーションを始めてまいります。今回のテーマが災害対応強靭化への取り組みについてです。プレゼンターは
東源ゼネラル石油の株式会社川崎工場設備管理部鶴岡でございます。鶴岡さん、お願いします。はい、こんにちは。ちょっとすみません、本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。私、東源ゼネラル石油の鶴岡と申します。本日はですね、災害対応強靭化への取り組みということで、短い間ではありますが、どうぞお聞きください。災害対応強靭化への取り組みということなんですけども、まだ記憶にも新しい、まあ、新しいといってもすでに4年経つんですけども、東日本大震災の、影響でですね、私も実際あの時この辺にいましたので震度5弱ぐらいの、地震を経験したんですけども、私の人生の中で一番大きな地震でですね、改めて、まあ、日本は地震大国ということで、いろいろ地震を経験してきてるんですけども、改めて地震の怖さというのを、再認識いたしました。地震はですね、実際まあもちろん地震自体も怖いものではあるんですけども、地震によってですね、各種インフラが停止してしまいまして、まあ、電気であるとかガスであるとかっていうのは、まあ、被災地の方々が信号に止まってしまってですね、不便で不安な生活というのを余儀なくされてしまいました。そこでですね、石油エネルギー製品ですね、ガソリンでありますとかは、貯蔵や、運搬が可能ということでですね、非常に、その災害の時も、需要が高まりまして、実際に、まあ、首都直下型地震であったり、でありますとかがあった時にですね、しっかりとその時に対応ができるというところで、弊社川崎工場が行っている取り組みというのをこれから、説明させていただきたいと思います。まず川崎工場の構成ですね、このようになっておりまして、100、150号地、200、300、400号地と、川崎市の木島地区にあるんですけども、総面積は205万平米で、東京ディズニーランドの約4倍ですね。で、東京ドームでいうと44個分なんですけども、まあ、正直私もディズニーランドとか東京ドームって言ってもあんピンとこないんですけども、普通の和室の畳でいうと140万畳分ですか、6畳一間でいったら23万部屋分ぐらいですかね。非常に大きな、敷地になっております。各号地は、このような、設備を持っておりまして、各号地、ガソリンを生成したりですとか、まあ、貯蔵したりですとか、出荷施設したりですとか、そのような設備を持っておりまして、現在ですね、150号地、200号地ですねが、出荷設備がありまして、まあ、主に今200号地をメインに使っているんですけども、こちら150号地に、今後集約すると、その機能を集約すると、いった計画になっております。東日本大震災時における弊社の対応なんですけども、実際あの地震でですね、弊社川崎工場を停止いたしましたが、その日の夜にはですね、もう陸上出荷を再開いたしまして、ここにも書いてあるんですけども、まあ燃料供給の空白地帯となったと、被災地にですね、ガソリンをしっかりと供給いたしました。またですね、弊社川崎工場発電設備を持っておりますので、その稼働をですね、最大限、稼働いたしまして、関東地域ですね、電力不足対策にも貢献いたしました。このようにですね、災害の時にどのような対応をするかといったところで、まあ、大きく分けてソフト面、ハード面と2つあるんですけども、ソフト面というのは、まあ、災害の時にどのような対応をするかといったプランニングですね、プラン立てと。でまたですね、ハード面というのは、まあ、実際設備を、ちゃんと地震に強い設備を作るといった対策ということで、それぞれ見ていきますと、まあ、ソフト対策としては BCP ビジネスコンティニティプランということで、あんまり聞き慣れない言葉かなと思うんですけども、こちらですね、ある想定された災害が起きた時に、まあ、どのような対応をするかといったプランニングの計画ですね、作ってました。こちらの国に提出したところ、格付け評価で B プラスというのを、いただきました。P プラスというとちょっとと思われるかもしれないんですけども、実際あの各社、提出していただいた評価の中で B プラス以上のものはなかったので、まあ、実質最高評価をいただくかなと思っております。またですね、ハード面の対策といたしましては、あの地盤の液状化対策というところで、こちら後ほどまた説明させていただきたいと思います。
で強靭化への取り組みというところなんですけども、実際首都直下型地震が起きた際にですね、まずは、一番最初にやるべきことは装置の安全停止というところで、弊社扱っておりますのは危険物でありますので、設備がもし倒れてしまった場合、大規模火災、大規模爆発というのが発生しかねないというところで、まずは装置を安全停止させるというところがあるんですね。で仮にですね、その生産設備が停止してもですね、東京、神奈川における、ガソリンの 2,3 割相当の出荷が可能になるようにですね、被災地外から、ガソリン、軽油、灯油などを受け入れてですね、実際弊社は和歌山、大阪にも工場を持っておりますので、そこから、船で受け入れてですね、流れといたしましては、このように大型船によって、ガソリン等を持ち込んでですね、製品のタンクを受け入れと、製品を、タンクに受け入れ、でまたそこから、タンクローリーで陸上出荷する。そのためにですね、しっかりと船が、護岸につけれますように補強を行ったりですとか、しっかり出荷できるようにローリーの新設を行っております。で流れとしてましたこのようにですね、こちら弊社150号地となっておるんですけども、このように船で、ガソリン等を受け入れてですね、タンクに受け入れて、そこから、ローリーから出荷するといったような形でですね、各種工事が今取り行われております。でここからはハード面の対策というところで、弊社化成工場で行っている液状化対策なんですけども、こちら地下水位低下工法といいましてですね、簡単に説明させていただきます。まずはですね、このタンクがある地域ですね、こう大きな壁でもう地中にですね囲ってしまいます。そこでですね、囲った地中の中からここですね、ポンプ等で、地下水を汲み上げてですね、地盤の水分を汲み上げて地盤をこうキュッと押し固めるような形で、補強するというところですね。でちょっとこれ図が大げさなんで、こう吸い上げたらそのまま地盤が下がってしまうんじゃないかと思われるんですけども、実際はそこまで下がることもなくですね、またこの対策としましてはもう数十年前からずっと続けられているものでして、今もう補強された強化された状態で、ずっとこのポンプも稼働しております。またですね、護岸の補強といたしましては、この地震の際にこの護岸が倒れてしまったら船を受け入れることができないというところでですね、このように杭を打ち込んでですね、ちょっと写真が分かるでしょうか、杭を打ち込んでですね、さらにそこの石を積むことによって、この重し代わりにして倒れないようにすると、いったような対策を取っております。そうですね、このようにですね、各種、いろいろな強靭化対策というところで、弊社化成工場が行っておりまして、石油供給会社というところで、エネルギーの安定供給といった責務がありますので、そこを常に続けていきますよう、今後ともこのような取り組みを行っていきたいと思います。短い間でした。ご清聴ありがとうございました。